日本放送協会 NHK テレビ番組一覧 NHK 衛星放送番組一覧 NHK 衛星放送番組一覧は日本放送協会の衛星放送チャンネルである BS1 と BS プレミアムで放送されているもしくは過去に放送された番組を一覧にしたものであるすでに閉局となった衛星第一テレビジョン衛星 第2テレビジョン及び衛星ハイビジョンで過去に放送された番組も記載した。総合テレビについては NHK 総合テレビ番組一覧、E テレについては NHK 教育テレビ番組一覧、国際放送における番組は NHK ワールド TV 番組一覧及び NHK ワールドプレミアム番組一覧をそれぞれ参照のこと。放送番組の中には一部総合テレビと e テレで放送していたものも含まれる。これは、特に衛星、第2テレビが、地上波放送の南視聴対策放送を行うことと位置づけられたことによるものである。QBS1、BS2 は放送終了まで、標準画質での放送だったが、全番組の半数以上が、ハイビジョン方式での放送、デジタル放送では一部の番組を除き、基本的に16、9の、 ワイドサイズで放送されていた。デジタル放送の伝送容量は、BS1 が23スロット、BS プレミアムが21.5スロットとなっている。閉局したデジタル放送3チャンネルの伝送容量は、武士が24スロット、QBS1 が9スロット、BS2 が11スロットだった。アナログ放送は2011年7月24日の12時を、もって終了した。4。 ん向けの放送に合わせて16、9のレターボックスで放送されていた。2021年時点。現在の番組は NHK オンラインの番組表を参照。イカ特記がないものは2カ国語放送、文字多重放送実施番組。など2006年度で定時ニュース2007年後半頃に国会中継の同時放送が終了した。総合、教育テレビ、 BS12 で放送されるスポーツ中継も5.1、サラウンドで放送。その他、総合テレビで放送される単発、連続ドラマの先行放送、再放送など1987年7月1日より独自編成での放送を開始。初期の番組、ニュースなどは同時放送。1989年6月1日より独自編成での放送を開始。 ニュース、昼のプレゼントなど一部の同時放送は引き続き、継続された。時差編成や独自制作の番組の一覧。午前5時から12時午後13時から18時午後19時23時午前0時5時。ありがとうございます。